あとね、宮城をね、渡しに行く。で、まあ、この先のやつでね、まあ、サブちゃんで、ね、見ていただいてるんでね、多少、ここではね、これをちょっと後半の方に持ってきてると思うんで、ネタバレもね、しちゃっても大丈夫かな、というところですけど、京都観光鉄道にね、実は、行ってるんです。いや、見たやつ、公開しとるじゃないかと思うかもしれませんけど、あの時に買った一日乗車券をね、使いに、実はもう一度、京都観光鉄道にね、行ってきたよっていうのが一つシリーズ、でありまして、で、もう一つは、山口とかそっちの方とかをずっと、回ってきました。企画名も出しちゃおうかな。まあ別に隠すようなあれじゃないですね。いわゆるターミナル企画ですね。JR 西日本のターミナル駅ですね、末端駅を、全て回ろうというね、超無謀企画ですよね。まあ冷静に考えたらおかしいんですよね。だって、近鉄でも相当ですけど、JR のね、西日本芝居って言っても、西日本って言ったら相当ですからね。めちゃくちゃ、容器あるような感じに思えるじゃないですか。でもね、数で言うとね、近鉄の方が逆に重いんじゃないかな。っていうぐらい、要は、繋がって繋がってね、本線がずっと繋がってくんで、完全に真っ二つになってる駅ってめちゃくちゃ少ないんですよ。ってことでね、ワンチャンいけるんちゃうかと思ってね、青春18切符で回るっていうね、企画をやってきましたけど、そこのところがね、スマホで撮ったんでね、まあ、結構ね、厳しい、撮影になりましたね。多分編集がすごく大変。撮影自体はね、やっぱスムーズにくらい行きますよ。カメラ持てない分ね、スマホだけでやってますから、ね、荷物一丁で4泊の旅、普段持ってるハンドバッグ一歩で行きましたからね。そういうようなね、とかもやりながら。で、いう時に買ってきたお土産をね、渡さんとなと。言うてその最初に買った、土産が7月のやつがあるんで、もう見たら賞味期限見たら今、今日の賞味期限のやつもあったんで、あかん思いつつ今日渡しに行くわと、いうことでね、今、向かってるというわけです。まあ他にもね、渡したものがね、いろいろとあるんでね、お土産品がね、ということで、その土産品をお渡しがてらついでにね、ちょっと今日はミッションがあって、まあ普通に私の買い出しで、またアクエリアスをね、大量に買っとかなあかんなっていうのがあったりするのと、あとは、なんだ、アルミ缶捨てなきゃいけないんだ。大量にね、もう酒飲まないとね、生きていけない状態なんでね、さあ今ね、ここに来てまた酒の量が増えてますね。やばいなと思いながらも、もう酒が止まらないという、状況ではございますけどね。あ、そうや、ちょっと一回中を言っとくか。食うんですけど、まだちょっと時間がありますからね。で、私朝から何も食ってないんで、ちょっと軽く入れよう。よいしょ。ということでね、食べてきました。鉄火丼ね、なんかちょっとリニューアルしとったかな。なんか卵が増えとったような気がしますね。美味しくいただいてきました。ハイカイうどんのセットでね、いただいてきましたってことなんですけど、いや今日暑い。すごいね。今日めちゃくちゃ暑いな。もうエアコンフル稼働なんでね、相変わらず音はもうどうにもならん状態でしょうけど、そっちから抜けよう。中野の前からちょっと抜け道があるんですよね。よいしょ。細い道はやっぱいろいろと注意しないところが多いで、口まで回らないんですよね。いやでいやで、あ、そう、今日はね、その途中でね、いろいろと、買ってくる予定もらうんでね、ポスターのね、ポスター額、これね、
買っていこうと思います。要はポスターお土産買ったらいいけどね、そのポスターを入れる額縁がねあったらいいなってことで、ね、OKOK、それは用意しましょう。いう話になったんですよね。なもんで、まあ、ディオワールドでも行こうかなと、いう感じですね。よいしょ。行き過ぎたな。え、ここか？ここでいいか？違うな。あ、行き過ぎてもなかったのか。まあこれ、あ、しまった。富田浜手前やん。全然まだいい。あ、でもここいいな。なんこれ。こんなところ抜けれんだ。うちはもうこれもずっとまっすぐ行って、あの突き当たったところからね、曲がってイオン入っとくかなと思ってたんですけど。抜けるときには本当にいいかもね、これ。この辺曲がったらいい感じかな。これ旧東海道か。な？あった？じゃあ行こう。これ旧東海道で前歩いたところが変ちゃうかな。この先行ったら多分一回ちょっと駅前散歩で近鉄富田駅の周りをちょっとブラッと、したプチ企画の時の場所らへんじゃないかな。うわー、通り多いから、こっちから来るとちょっとここの通りで捕まるか。あたり一通もあるんでね、ちょっと気をつけとかないといけませんからね。ここも前に通った道らへんですね。もう目の前が JR の富田駅ってことで、これのね真向かいにお目当てのところがあるんですけど、これしまったな。結局あそこまでもう一回ちょっと軽く戻っていかんと渡れないな。おお、ちょっと向こう多いよ。いしょ。もう広くなったな。でそう、今日は、イオンね、北ジャーの方に来てますけど、北ジャーっていうよりはディオワールドの方がねメインで用事があるんで、もうそっちの前の、あの上の立柱のあたりにつけようかな。こっちからこっちの手前から入っちゃえばいい。いや、こっちから、こっちの利用の地域の方に通っちゃおうか。あれでもいっぱいか、いっぱいかな。有天日曜日ですからね。うわー、駐車場もいっぱいか。いっぱいだな。入ってる。さあ、じゃあちょっとディオワールドで買ってきましょう。